はい、どうも皆さんこんにちは、娯楽一家の葵です。それではキングダムハーツ3続きプレイしていきたいと思います。はい、まあ、前回が全員仲間助けたとこだったんですけども、バズがやってしまった。バズが連れ去られの操られたか。あすげえで闇の回廊を開いたところですね。今 OK、セーブポイントがある。終わり映えしないな、このショップも。はい、とりあえずセーブしてと。バズの時と、行こう。バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が闇を生み出したって違う。心がつながっていればどんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ。闇なんか生み出さない。つながる心が力になるか。言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は闇だ。闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。かっけえ、いいねウッディたちは仲間と引き離されても思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、つながることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、お前たちがその心を否定するならやっぱりそこには光があるんだ。なんだと。ウッディ今だ。待たせたな、カウボーイの登場だ。ウッディ、私はどうしてたんだ。ん？何のことだ。おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか。そんなはずは。
ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカは、そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人形にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。礼としてお前たちに贈り物を残していこう。待て、心のつながりをたどれ。なんだ、気をつけろ。でかくる。おゼアノートに逃げられちゃったね。あいつは生きてばあり。ごめ ん、みんなを元の世界に返せなくて。確かに残念だったな。ほんとほんと。ああ、まったくだ。右に同じであります。残念。このまま元の世界に戻ってたら絶対後悔してたからな。せっかく友達になったばかりなのにもうお別れなんて寂しいだろ。みんな、ずっと意地になっていて悪かった。許してほしい。
大切な仲間を心配してのことだから仕方ないよ。ウッディは逆に無茶するからさ、バズがその分しっかりしてくれてるんだよ。無茶するところは空みたいだね。空も僕がしっかりしてるんだ。バズみたいかな。多分俺たちが元の世界に戻ったらソラたちとは会えなくなるんだろ。でもアンディのことはいいのか。大切な友達なんだろ。アンディとは心がつながっている。そのつながりを信じていればすぐに会えるさ。ああ、ソラたちはあの黒コートを追いかけるんだろ。私たちがついていくことはできないが安心してくれ。みんなソラたちと心がつながっている。俺たちはいつも君たちと一緒にいる。ありがとう。さあ旅立て、無限の彼方へ。いやー、ついに終わってしまったトイボックス。いいね、いいストーリーだった。ファボデピューティーブーストハンマーとドリルパンチ。それまた聞く。旅の目的でもあるからね。ロクサスのこと考えてたんだ。ロクサスの心は俺の中にある。でも心を宿す体がないんだよな。戻し方はレイディアントガーデンで調べてるよね。だったら体のことも考えてるかも。モバイルポータルで誰かと通信してみるかい。おお、イエンツォだっけ。よし、連絡してみる。あ、ソラかい。おお、ちょっと、あれ、なんで王様が。実は今、リクとレイディアントガーデンに来てるんだ。ソラたちに伝えておきたいことがあったんだけど、そっちから連絡が来たから驚いたよ。ソラ、何かあったのか。みんなに相談したかったんだ。ロクサスの心を宿せる体ってどこかにあるのかな。心を宿す体。レプリカ。え？レプリカなら人間と全く同じだ。レプリカって。そうか、ソラは知らないんだな。レプリカ。前の13機関は心を宿す器としてレプリカと呼ぶ人形を作っていた。シオンのことね。人形とは言ってもそれこそ心を宿していない人間だ。心さえ宿せばレプリカは人間そのものだった。じゃあそのレプリカさえ見つけられれば姿も元のままのロクサスになるのか。ああ、干渉した心と全く同じ姿になる。それだ。後でエンツォに聞いてみるよ。元13機関だし何か知っていると思う。そうだね、頼むよ。あいつらもレプリカを探してるのかな。
違うよ、黒い箱だよ。あいつら13機関とマレフィセント。あっ、ねえねえ、だからお留守すみません。いや、ちょうどよかった。僕らも13機関のことで話があるんだ。え？じゃあ一旦ロクサスたちの件はこっちに任せて、ソロたちはテラの方を頼むよ。ちょっと、ちょっと向こうは相変わらずのようだね。それがソラたちのいいところです。さて、マーリン様にカイリたちの衣も預けたし、賢者アンセムの研究室を訪ねてみよう。はい。次はどこにいるけどね。キングオブコロナ。あ、ラプンツェルのとこだよね、これ。よいしょ。はい、では今回はここで終了したいと思います。また次回続きプレイしていきます。では娯楽一家の葵でした。またね。